안녕하세요스타르크입니다메탈카드봇은제가정말좋아하는시리즈입니다はい、ということで、今回はこちら、メタルカードボットを、レビューしていくんですけれども、新たに、はい、こちらと、こちらですね、これが登場したということで、また改めて、この、ね、やっていくんですけど、あと、これ、はい、これもちょっとね、自分、レビューしてなかったので、はい、これも一緒にやっていきましょう。はい、ということで、まずは、こちらですね。皆さんがもう一番気になってるであろうものからね、変形させていきたいと思います。これが、こちらですね。はい。ワイルドガーディーですね。はい。ガーディーですね。はい。ということで、この、なんか、守護者的な、守護的なことでしょう。きっと、ガーディーっていうのは。はい。ということで、これやっていきましょう。まずはちょっと音声聞きましょうか。はい。せっかくね、この、メタルブレスつけてるんで。はい、いきます。必殺技。あら。ワイルドスプラッシュ。はい。ワイルドスラッシュですね。まあ、ということで、韓国語だと、ワイルドガディですね。はい。じゃあ変形させていきましょう。これがね、見てください。この、このブルーコップと、ちょっと似てるんですよね、変形が。うん、なので、ちょっとそこら辺も見ていきたいなと思います。じゃあまずはやっていきましょう。ここをパカッと開いてあげる。はい。こんな感じで上に持っていくと、反対側も上に持ってきます。はい。はい。んで、ここ。はい。ここを、はい。下に持っていくと、こうなるんで、ここにこれを入れてあげて、で、はい、こうですね。足にして、開く。で、つま先を出してあげますと。はい。で、そしたら、ここパカッと開いてあげて、で、これ後ろに引っ張ってあげます。はい。で、ヒンジで、こんな感じで移動させて、これを畳む。で、肩を横に、はい。こうやって開いてあげて、これを前に持ってくると。はい。で、そしたらこれを前に縮ませてあげれば、はい、これでワイルドガーディになります。どうでしょうかね。ちょっとこれの状態で、今これ今見た状態で、こっちも変形させていきたいと思います。ブルーコップの変形です。はい。ブルーコップも初手同じ、ここ上に持っていってあげる。はい。反対側も持っていって、で、ここですね。はい。これを、この中に入れると。はい。で、この足を、こうやって、ぐるっと回転させる。開く。つま先出す。で、ここを、こうやって、横にずらす。で、次。はい。ここですね。ここ、パカッと開いてあげて。で、下に下ろして、これ、前に持ってくると。はい。肩を、前に持ってきます。はい。で、こうやってね、後ろやってあげて、で、これ上に持ってって、ここで固定すると。はい。こうやって固定してあげます。はい。で、固定できたら、あとここ開いてあげて、はい、これでブルーコップになります。どうでしょうか。変形がね、似てるんですよね。あれかな？リデコかな？あ、でも、造形、なんか、同じパーツ使いそうなとこで使ってないんで、あれか。あ、なんか全然違うね、パーツ。なんか似てると思ったけど。この、ね、根元のとことか、同じやつ使っても良さそうだけど、なんか違うね。ということで、あれか。変形機構は、まあ、ほぼ似てるけど、全然、その、新規金型ですよ、みたいな感じか。あ、やっぱ、まあ、似てるけど、あれかな、データを流用して、一応、変形機構似せてるみたいな感じなんですかね。うん。でも、完全にもう、新規ですね、これは。うん。リデコとかの次元じゃないですね。うん。リデコのリの字もないですね。はい。ということで、はい。こんな感じになっております。で、ここ、足の、
横に、はい、武器があるのでこれをこうやってね、持たせることができますよ。はい、こっちにもあります。ワイルドガーディは、はい、これ剣になってますということで、この剣を持たせる。これの剣の名前がカリバーです。はい、カリバーで、もちろんこのメタルカードもあるのでいきましょう。ブルーコップもあります。あ、ブルーコップの音声聞いときますか。ブルーコップゼロ。はい、ブルーコップゼロって言ってますね。はい、じゃあこれ変形させていきましょう。まずはここを、はい、このように出してあげて開く。で、後ろの取っ手をこうやって引っ張ってあげれば、はい、これで、ワイルドシールドとかだったと思います。はい、で、これをここに持たせてあげます。はい、こうやってね、グッと持たせてあげれば、はい、いや、かっこよすぎ、騎士ですね。はい、こうやってシールドと剣を持たせることができるっていう、めちゃくちゃかっこいい、ほら、かっこよすぎる。で、めちゃくちゃ最高ギミック、はい、ここに、はい、カリバーを入れることができる。なので、ここからこうやって、今ちょっとあの持たせてるからできないけど、こうシュッってこうやって抜いてこう持つっていうことですよね。はい、めちゃくちゃかっこいい。で、さらに、さらにですよ、ここに入れられるということはですよ、ちょっと一旦これを外しまして、はい、ここに入れます。はい、こうやって入れます。はい、で、シュッ、はい、これでなんと、ワイルド、カリバーに、ね、なります。めちゃくちゃかっこいい。はい、このさ、剣をこう利用して、で、こうね、この剣の中から、この足がシールドか、シールドの中から剣を出すっていう、このね、くっつきギミックを利用して、こっちも剣にしちゃう、でっかい剣にしちゃうっていう、この発想ね、最強ですわ、これは。はい、めちゃくちゃかっこいい、この体剣。はい、細い剣から体剣になるっていうね。いや、こういうことですよね。うん、おもろい、おもろすぎる。はい、で、こっちやっていきましょう。はい、こっちはこのようにね、やってあげて、こうですね、で、開いて、で、ここに、おっと、取り付けてあげますと。はい、これで、ジャスティスガントレットになりますね。はい、めちゃくちゃかっこいいと。はい、拳ね、デカ拳。はい、ということで、こんな感じになっております。やっぱさ、すごいわ。本当にこの商品展開の仕方が。はい、という感じですわな、まずは。はい。まあ、という感じで、じゃあ次行きましょう。待って、顔もさ、めちゃくちゃかっこいいですよ。ほら、騎士ですね。うん。はい。まあ、という感じでしたと。はい、じゃあ次が、これいきましょう。はい、こちら、これが、バスターガロンですね。はい、バスターガロン、ちょっと聞いてみましょう、音声。ボストゲロンセド。はい、ボストゲロンセドですね。はい、ということで、これも変形させていきましょう。これはもう完全オリジナルですね。はい、で、まずは、あ、てか、この見てください、この働く、何この車の、この なんていうんだっけ、こういうの、重機、うん、この重機シリーズがね、こう出てくれて、めっちゃ嬉しいですね。はい、ということで、この目が可愛い。はい、目がね、ちっちゃいんですよね。はい、いきます。まずここを、はい、ロック外してあげて、色もいいよね、このなんかね、青竹色みたいな色。はい、で、こうやってあげて、あ、後ろ、これ武器なので外してあげます。で、次、この腕をパカッと、はい、開いてあげて、こうですね、はい、こうやっておきます。で、次、こう下半身になってるので、一旦これパカッてやって、はい、こうやってね、下ろします。で、ここパカッと開いてあげて、で、これを下に下ろす。はい、こうやってね、下に下ろしてあげて、ロック。はい、反対側も下に下ろして、ロック。はい、で、こっちが正面になります。足開いて、つま先とかかとを、展開してあげますと。
はい、こうですね。で、そしたらこれをぐるっと反対向きにしてあげます。で、腕を下ろしてあげて、で、ここパカッと開いてあげれば、はい、これでバスターガロンロボットモードになります。めちゃくちゃにかっこいいですね、これも。はい、ま、あ、そうそう、ちょっとここもだ。この部分を一段後ろに下げなければいけない。はい、こんな感じで、はい、こうですね。これで完成ですね。はい、で、武器、はい、こうですね。これを持たせることができますと、はい、こうですね、こうなってます。はい、いいね、面白いカラーリングしてますよね。で、これね、メタルカード、これ変形させていきましょう。まずはパタンと畳んであげて、はい、これをこうやって起こしてあげると、で、横にずらしてあげて、これどこにつけるのかというと、はい、胸にくっつきます。ガチャッとくっつけてあげれば、これがバスターガトリングとかだったと思います。ちょっとなるかな。必殺技、違いましたね、きっと。まあね、音3種類あるんで、そのどっかで鳴るかもわかんないですけど、はい、こうなります。で、さらにこのやっぱりメタルカードボットって一筋縄じゃ終わらないんですよね。はい、後ろにこのさっきのこの顔あったじゃないですか、これをかぶせます。はい、で、ここ閉じます。すると、はい、見て、またなんかこのマスクみたいになってるでしょ、これ。なんかこの目のところに傷なのかな、なんかこうシュッっていう跡もあるし、これあのなんか溶接するときとかになんかこうなんか被るさ、ね、仮面みたいになってますよね。これ面白いよね、こういうさ、変形のこういう都合というかね、これをこのなんていうの、ロボットモード時でも活かしてるというかっていう、この遊び心、うん、素晴らしいです、本当に。はい、で、これもね、はい、ポーズとかね、撮らせることができます。これはこの何、ガスマスクみたいな、これあるじゃないですか、これがちょっとね若干干渉するんで、このぐらい横に向け、まあでも動くだけありがたいですよね。はい、こうやってポーズをね撮らせることができますと。はい、かっこいいです。はい、こんな感じになってますね。これはうん、特にないですよね。はい、こうですね、この腕の下にこうでっかいバゲットくっついてますよっていう感じです。はい、まあ、っていうのが新商品でしたね。はい、いかがだったでしょうか。はい、じゃあ次これいきましょう。はい、フェニックスファイヤーですね。なんで、このフェニックスファイヤーとこちらメガアンビュラー、これもこのさっきの、はい、このワイルドガーディとこのブルーコップの関係みたいなね、あの感じなんですよ。ということで、ちょっとやっていきましょう。はい、こちらフェニックスファイヤー、はい、これを外して、じゃあ聞きますか。フェニックスファイヤー、ヘロ。はい、フェニックスファイヤーです。じゃあ円形させていきましょう。まずはこの上の部分を外してあげまして、はい、で、武器にすると、はい、こうですね。この武器のラチェットすらもうめちゃくちゃ気持ちいいっていうね、素晴らしい。はい、で、これをこうですね、ここ腰なので、はい、で、この頭側が足です。はい、開いてあげて下ろすと、はい、足になってます。で、この目が下の方に行くっていう、ね、感じになってます。で、ここパカッと開いてあげて、で、つま先を出して閉じる。はい、で、かかと出して、こうパカッと開いて、はい、こうですね。で、くるっと回転させて、はい、この後ろのリアの部分から頭が出てくるっていう感じです。で、腕をこのようにね、前に持っていってあげて、はい、反対側も前に持っていってあげると、はい、これでファイヤーフェニックスになります。はい、めちゃくちゃにかっこいいですと。ちょっと大きくなってきました。はい、じゃあ次メガアンビュラーやっていきましょう。これメガアンビュラーは
こっち後ろ側が足になります。やっていきます。はい、パカッと開いて、はい、ここね、はい、ちょっと今めっちゃ早くなっちゃいましたけど、まず体くっつけて足出してパカッと開く、はい、こうですね、はい、でこの上の方がこの顔になってますので、パカッと開いてあげて、こうですね、くるっと回転させて腕をこのように出してあげると、で下に下ろす、反対側も腕をパッとやって下に下ろす。はい、これでメガアンビュラーロボットモードになります。どうでしょうか。これもさ、すごいよね。この最初僕なんか全く気づかなかったんですよ。あ、なんかね、でもなんか触ってるうちに、あれ、これなんかやったことあるなと思って、変形で、もしかしてと思ったら、あ、メガアンビュラーだと思って気づいたんですけど、この何、この車状態の時は逆、この逆にしてるっていう、この元のあるやつから、そういうアレンジの仕方がさ、面白いんですよね。本当に素晴らしい。はい、で、あ、武器忘れてた。はい、これを持たせてあげて、で、これもやっていきましょう。はい、メタルカードです。はい、これ回転させてパカッと開いて、で、これを畳むと、はい、これで、フェニックスハンマーだったかな、うん、なんとかハンマーです。で、これ横にくっつけてあげると、はい、こうですね。はい、いや、このね、プリントめっちゃかっこいいね、こんな感じになってます。はい、ハンマーなんですよね、うん、で、まあ、これもこうやってね、はい、いろいろね、ポーズを取らせることができますと。はい、めちゃくちゃにかっこいいです。はい、で、次こちら、はい、メガアンビュラーも、はい、これですね。音声聞いてみますか。メガエンブラメド、はい、じゃ、これも変形させます。はい、こうですね、こうやってあげて、で、下下ろして、これを、出して、畳んで、はい、これで OK ですね。で、これを横につけてあげると、はい、これでメガポセになります。はい、こんな感じでハサミみたいなね、こう挟むやつね、グッと、はい、っていう感じになります。いや、面白いですね。全く違うロボットになってますからね。変形は似てるけど、はい、まあ、っていうのがこのフェニックスファイヤーとメガアンビュラでした、ということで、次何行こっかね。はい、じゃ、これいきますか。デクスターおさらいいきましょう。はい、デクスター、これちょっと変形がね、難しいんですよね、腕の変形が。はい、で、こうやってあげて、で、こうだ、はい、後ろ向けて足をくるくると回転させて下ろす。はい、あ、そう、これのさ、あの、個人的にめっちゃ好きな部分あるんですけど、ちょっともう変形させちゃったけど、この見てください、このリアからのこの、ね、テールランプとか、この赤いさ、このクリアパーツめちゃくちゃ綺麗なんですよ。この赤のクリアパーツと黒の成形色と、この黄色、ちょっと濃い山吹色みたいな、この成形色のこのコントラスト、めちゃくちゃ好きです、このデクスター。はい、ちょっとマジでデクスターとりあえずおすすめです。はい、このメタルカードボットで何買おうか迷ってる人、とりあえずデクスターですね。はい、このさ、足首のこの可動部にタイヤが来てるっていうのもおしゃれなんだよね。はい、で、ここ分かった、これだ、これを、ロッカー外してパカッと開いて、で、こうですね、はい、で、畳んであげるとこうです。はい、で、肩やって、で、こっちの腕はまだね、優しいんですけども、こうです。はい、こっちの腕が、ちょっとね、難しいと。どうだったっけ、こうかな、こうって、こうが、こうだ、よし。これもうね、雰囲気でやってます。はい、ということで、これでデクスターロボットモードになります。いや、めちゃくちゃかっこいいんだよね、本当にデクスター、はい、小顔でさ、はい、ちょっと肩ごつかったりして、
はい、ということでデクスターメタルカードやっていきましょう。はい、ということでこれね変形させていきます。こうやってねパタパタと打って組み合わせて上げて、これを上にやって、あ、うん、これ違うか、はい、でこうやって上げて、でこっちに取り付けて上げましょうと。はい、あれ、これをこここうやってね取り付けてあげて挟むと。はい、これで、デクスタードリルになります。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。これ重機がさ、このドリル持つっていうさ、もうそれやられたらもう優勝ですわ、もう。はい、ということで、はい、このデクスターとこのバスターガロンね並べたりとかねしてもいいですけど、いや、このさ重機がこんなスタイリッシュに変形するっていうギャップもいいよね。はい、ということで、このなんか重機って言ったらやっぱこういうごつくさなるイメージあるじゃないですか。はい、ということで、じゃあ次これいきますか。はい、このシャドウ X、 はい、こちらです。やっていきます。これもねモチーフ的にすごい大好きです。はい、足開いてあげて、変形簡単なんですよね。こうやってやって、拳出して、こっちも拳出して、頭出して、後ろパタパタと開いてあげれば、はい、これでシャドウ X ロボットモードになります。この忍者ね、紫忍者がかっこいいんですよ。はい、こんな感じになってます。で、はい、これも、メタルカードね、やっていきましょう。シャドウ X ですね。じゃあこれやっていきます。開く開くで回転させると、はい、手裏剣になると。でこれパカッとパカッと開いてあげて、はい、これですね。でこう手に持たせたりだとか、この横ですね、ここにぐるっとね、はい、もうくっつけてあげて回転させたりとかね、はい、することが、おっと、できますということです。はい、いいね。めちゃくちゃかっこいい。こんな感じになっております。はい。っていうのが、シャドウ X です。じゃあ、このシャドウ X、この、ね、空飛ぶ系が来たんで、じゃあ、こちらやっていきましょう。空飛ぶ系。これが、はい、フレタ Z ですね。フレタ Z やっていきます。まずは、ここ。パカッと外してあげて、でね、これこうパカッと開いて、でこうですね、はい、開いてあげます。で足をぐるっと回転させて、はい、でこうだ、畳むと、あ、であれだ、ここをまず開く、はい、でこうですね、ぐるっと回転させて、はい、畳んであげる、はい、こうですね、でくるっと回転させて前に向ける、でつま先を出す、こうですね、これで足が OK と。で次上、はい、これ横に引っ張ってくるっと回転させます。反対側も横に引っ張ってあげてくるっと回転させます。でこれ開いてあげて、でちょっと大きい、はい、でこれを、はい、こうやってねやります。こうですね。いや、このさ羽の大きな動きいいですよね。でこれしまって、で腕を下に下ろす、はい、でパカッと開いて、で、はい、くるっとやれば拳が出てくる、はい、反対側も拳を出してあげて、はい、で、最後にこの武器を、はい、こうやって持たせてあげれば、はい、これで
触れた Z ロボットモードになります。はい、めちゃくちゃにかっこいい。このさ、黒と赤と金、間違いないね。はい、めちゃくちゃかっこいいですと。で、この触れた Z のこちら、はい、メタルカードやっていきましょう。この金で、はい、こうですね。で、これ触れた Z のメタルカードです。まずはここを開いて開けて、もう一段階開く。で、ここをパタッと閉じてあげれば、はい、これで触れた棒になります。なので、これを、はい、持ち手出してあげて、ここに持たせてあげれば、はい、こうやって剣とこの弓持たせることができる。さらにこの剣を外して、あげまして、はい、この触れた棒の下になんと合体させることができる。はい、めちゃくちゃかっこいい。こういうことですよね。こういうね、合体できるとかね、武器と武器でっていう、こういうのが最高なんですよね。はい、ということで触れた Z でした。はい、じゃあ次こちらいきましょう。これも結構大きいシリーズですね。はい、これがこちらメガトラッカーですね。はい、これやっていきましょう。メガトラッカーはまずはここ、はい、ロック外して、で、これ、はい、くるっと回転させて、パカッと開いておきます。で、足を伸ばす。はい、こうですね。で、はい、これを、いいのか、はい、このかかと出して閉じる。はい、で、つま先も、出してあげて、で、これを閉じて上から乗せると。反対側もつま先出して、で、これを閉じて上から乗せると。はい、こうですね。で、足 OK です。で、次、はい、ここパカッと開いて、ここですね。はい、これを開く。で、こうやってね、横にやります。あ、で、これだ。これを後ろにやってあげて、下に下ろすと。はい、で、こうやってやってあげて、で、はい、伸ばす。で、拳出す。反対側もくるっと回転させて、いや、クリックの音すごいですよね。バチンバチンバチンって言ってますからね。はい、で、拳出してあげて、で、はい、頭出してあげれば、はい、これでメガトラッカーになります。いや、小顔ですね。はい、この箱感がね、たまらないんですよね。はい、ということでこちらメタルカードやっていきましょう。メガトラッカー、メガ、はい、メガトラッカーで、このメタルカード変形させていきます。これはこうですね、後ろから出してあげて、で、この風車をこうやって、はい、開いてあげれば、はい、これで、メガプロテクターだったかなになります。で、これを横につけてあげます。はい、こんな感じでね。なんか本当にそれぞれね、メタルカードの変形が違うから、それもまた楽しみの一つですよね。はい、まあ、という感じで、ラストいきましょう。はい、最強の、はい、最強ということでこちらいきます。これが、はい、ヘビーアイアンですね。はい、これやっていきましょう。はい、いや、この分かれるのもいいですよね。はい、ということで後ろトレーラーやっていきます。まずはこの足いきましょう。パタンと閉じて、で、開く。はい、で、縮める。はい、で、これを横に開く。はい、これでまず下半身、次上半身いきましょう。この頭外して、ここの部分を外して、くるっと回転させて戻す。はい、上にね。で、ここ、はい、ここを外してあげて、目の部分にかぶせます。はい、こうやってね、かぶせてあげて、はい、この横から、いや、ここのクリックめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。なんでだろう、なんかね、
一番気持ちいいかもしれない、このクリックが。うん、この何なんだろうこれ、めちゃくちゃ気持ちいい。すげえ、あ、この渋みとかかな、渋みも相まってるのかな、なんかカチカチじゃなくてチャミチャミみたいな感じのクリック、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。はい、でここに合体させると、あー、もうちょうどいいですねこの感覚が。はい、で次これトレーラーね、カチッて開いてあげて、これ武器。はい、で、このここですね、これをこうやって移動させてあげて、で、はい、こうやってここを出してあげて、でこうやってね、で拳を回転させて、はい、縮める。はい、これで右腕。はい、で次このさ、だんだんこうくっつけて合体させていく感じがね、またねたまらないですよね。はい、これをはい、こうやって上げて、でこうですね、で出してこうですね、はい、こうやって腕にすると、はい、でこうやって合体させてあげて、最後武器、これを展開してこの横に取り付けてあげます。すると、はい、これでヘビーアイアンロボットモードになります。どうでしょうか、めちゃくちゃかっこいいよ本当に。ほら見てください、この顔もね、いい顔してますよね、この立体感素晴らしい。はい、まあ、というね感じで、これもいきましょう、ヘビーアイアンのメタルカードです。はい、はい、じゃあいきます。これをこのように下に下ろしてあげて、はい、では開いて上に持ってって、でここくっつけてあげれば、はい、これでヘビーアイアンの、なんだっけこれ、ヘビーアーマーとかだったかな、はい、アイアンアーマーだったかな、みたいな感じになります。いや、めちゃくちゃかっこいい、こういうね、この武器にするやつもいるし、こういう胸にくっつけるのもいるっていうね。いや、でこのなんかパワーアップ感もありますよね、めちゃくちゃかっこいい、本当に最高ですよ。でさらにメタルカードボットってこのだいたいちっちゃいじゃないですか、だからあの他の韓国おもちゃに比べて比較的ね、あのやっぱ価格帯がね、あの安いんですよ。なのでこの買いやすいってのもありますし、はい、まあね、日本だとあの輸入する必要ありますけど、まあね、なんかそういう比較的安いです、はい、っていう感じです。はい、まあ、ということでちょっと全部並べましょうか。ということで全部並べるとこんな感じになります。いや、もうね、収まらなくなってきました、画面に。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 体もいる。いや、このねメタルカードボットのね展開スピードもねすごいからね。はい、まあでもね、本当に全部デザインが違って、変形パターンもまあ一部ね、まあ似てるやつもねあるけれども、もうオリジナルの変形をしてるっていうところめちゃくちゃすごいと思います。はい、ということで本当にこれは今のね、あの韓国のロボットの中でももちろんレベル高いし、日本と比べた時もめちゃくちゃレベル高いおもちゃだと思ってますので、なんかね、こう気になってる方はぜひちょっと手に取って触っていただきたい。はい、という感じで、今回のね、このメタルカードボットの動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。